自分の中ではやっぱり一緒にみんなでゴールできなかったっていう思いが強かったんですよね。自分が怪我してしまって途中で戦線離脱してしまって、その間に天竜プロジェクトが終わってしまったんで、ずっと引っかかってるものがこう心にある状態でプロレスしてたんですけど、それがようやく消化できるというか、まあ、あれの続きがまだあったんやな。まあ いよいよまた始まるなっていうワクワクっすよね。もうそれが一番大きいっす。まあもうあれから6年経ってるんで、また違った成長した健吾を当時のお客さんに見てもらいたいですね。当時天プロ見てた人が今の俺を見てどう思うかっていうのが楽しみですよね。こんなこと自分で言うのもなんですけど、天竜プロジェクトのジュニア前線を引っ張ってたのは健吾だっていう自覚はあるんで、まあ、逆に健吾なしでは天竜プロジェクトは回んないんじゃないかなっていう気持ちです。僕は天竜プロジェクトの両国大会には出れませんでした。時間かかってるのですね、天竜さんが試合をしなくても天竜プロジェクトは両国でできるんだっていうのを戦いで示していきたいと思っております。この今ここにいるメンバーで両国に行きます。よろしくお願いします。正直あんな満員の両国って今度プロレス界であんのかっていうぐらい、それであんな満員の両国見たのも初めてやったんで、セコンドでは行きましたけど、あここで試合したら気持ちよかったやろうなって一日中そんなこと考えてましたね。でもなんかすごいそういうネガティブなことばっかりじゃなくて、あまあじゃあ次俺らの代でこれやったらいいんやろっていう感じもありました、正直。はい、夢って別に大きいことを口で言ってもいいんじゃないかっていう気持ちでずっといるんで、無理やって言ってたらそれは無理やし、できると思ってるからみんなできてるんじゃないのっていう考えなんで、俺はもうこれからも大きいことを言っていきます。でそれを実現させていきます。今日までそれで実現させてきたんで、天竜戦にしてもそうですし、はい、それまでに何度か天竜さんと試合することはあったんですけど、毎回本当に悔いが残る試合ばっかりやったんですよ。次こそは次こそはって思ってる状況の中、突然の引退発表があったんで、今年天竜会長は、今年度の11月を持ちまして現役を退き、プロレスの廃業すると決意いたしました。あこれはまずいと思って、ま、もうこれはダメ元でリング上で言うしかないなと思って、天竜源一郎と戦いたいって勝手にマイクを取って言ったらですね、もう一回だけ天竜と戦いたい。本当にもうそのマイク言ってダメだったらもう諦めようっていう気持ちだったんですけど、怒られなかったんで、これもやるしかないなっていう気持ちで、おそらく最後の天竜戦になるだろうなという気持ちで、本当に悔いを残さない全てを天竜さんにぶつけようっていう気持ちで挑みました。もう無我夢中で試合中は何も分かんないですね。そんな余裕もなかったし、無我夢中でとにかく自分の持ってるものをぶつけて、もう技術とかそういう話ではなくてですね、自分がどういう気持ちで、まあ、この仕事を選んでこのリングに立ってるのかっていうのを、これも天竜源一郎にぶつけるしかないっていう気持ちで、そればっかりです。もう全然他のことを考えてる余裕がなかったですね。気付いたら口から血出して倒れてました。
50秒差で秒勝者天竜源一郎。天竜さん、今日まで俺の喧嘩買ってくれてありがとうございました。さすがにてめえからやりたいって言ったらことあって向かってきましたね。ああいう気持ちがあればあいつも大丈夫です。天竜さんから学んだことはいっぱいあるんで、それをね、どう表現するかですよね。僕当時若手だったんですけど、今まあこの中堅、12年ですかね、中堅って呼ばれるようになって、僕より下の世代もこの業界にはまあ増えてきてですね、もちろんテンプロでもレオナ選手はじめたくさん僕後輩のレスラーが出ると思うんですよね。でやっぱり天竜さんといえばっていうこの伝承ですか、こう伝承文化っていうんで、下の世代にこっちが学んだことを伝えていきたいって言ったら多分一番かっこいいんでしょうけど、正直俺はもうそんな余裕はまだまだないし、全部自分のもんにするつもりで龍魂のリングに上がります。まあ世の中がほんまに想像もしてへんかったような状況になってしまって、これは別に俺らだけじゃなくてお客さんもそうやし、みんな本当に予想だにせん状況に見舞われたけど、なんつうかな、やっぱりそんな状況でも俺は生き様を見せてなんぼやっていう風に個人的には思ってて、それをどう捉えるかはもうあなた次第っていう感じなんですけど、とにかく俺はもう生き様を見せて1分1秒も無駄にせんような生き方をみんなに見せていきたい。でそれをみんななりに受け取ってほしいかなっていう感じですね。